大阪城代は、江戸幕府の役職の一つ。将軍直属で有力な普代大,大名が任じられ、大阪城主である将軍に代わり大阪城を預かった。本校では、大阪城代を補佐する大阪定番二名、京橋口定番と玉造口定番についても記述する。大阪城代や式跡大阪の神口の、戦災復興や、市街の拡張整備などを担った。 松平忠明の山和郡山違法をもって、大阪藩は廃止され、1619年に大阪は、江戸幕府直轄地となり、大阪城に城代が置かれるようになった。翌1620年からは、大阪城修築工事も始まり、大阪城代は、豊臣色を払拭して、徳川の威厳を天下に知らしめる大改修が、 施された、大阪城を預かり、大阪城主への創刊及び西国大名の監視、等に当たった。江戸時代後期に書かれた、甲子屋はには、かつては、西国で返事が起きた際に、大阪城代は、江戸の許可を得ずに独断での行動が許されており、そのための白紙の将軍の印番状を有していたと、あるが、現在もそうだったのかは不明とある。 1623年には副城代に相当する、京橋口定番、玉造口定番の大阪定番2名が置かれ、追手口、京橋口、玉造口の各孤行の主衛を、主に城代と定番2名が担当した。将軍直属の大阪城代と異なり、大阪定番は、大阪町奉行などと同様に、老中支配であった。なお、安倍政次が、 現職のまま没した後、大阪城代はしばらく、追手口定番とみなされていたこともあり、城代を定番2名が補佐する体制が確立したのは、青山宗春の就任後である。城代と定番は妻子を伴っての赴任が認められて、おり、外堀の周囲には南に、大阪城代の家中、南西及び北東に京橋口定番の家中、よりき、 同心、南東に玉作り口定番の家中、よりき、同心の屋敷地が置かれ、おおむね住み分けられていた。本丸や二の丸といった、中心部の主営は主に、東大番、西大番の大番二組が担当し、大番に加勢する、山里カバン、中小屋カバン、青屋高カバン、岩木坂カバンのカバン四名も置かれた。大番とカバンは一年交代制で、 大阪定番と同様に、老中支配であった。江戸時代中期以降、大阪城代、京都諸次第を経て老中に就任する例も多い。関東地方など遠方に領地を持つ大名が、大阪城代に就任すると、所領のうち1万から2万国程度を、大阪近郊の摂津国、河内国、泉国などに割り当て直された。退任時には、元の所領に戻された。 そのため、張馬国南部などでも、頻繁に領主の入れ替わりがあった。内藤信正安倍正継稲垣茂綱、内藤信章水野忠司職、内藤忠興松平光茂水野忠司職、内藤忠興松平光茂水野忠司職、青山宗春を助け継ぐ土山正奈を内藤茂より、松平信興時来院内藤一新安藤。 信友松平の里里坂井忠雄堀田た正虎松平新宿時より俊稲葉正近大田助春坂井忠雄京堀田た正助安倍忠雄坂井忠雄松平明高井の上政敬青山忠雄松平幸福安倍忠雄松平の理由久世弘明牧野忠長時忠雄戸田忠弘安倍雅俊堀田た青牧野 叩きよ松平照和青山忠道稲葉忠四越安倍正義松平のりやす大久保忠三松平明信松平安四人水野忠邦松平宗,宗明大助春松平新順土入り堀田正厚真鍋明勝井上正春青山忠義、松平のり全松平忠優内藤信,信千勝千矢とらじか 松平の部圧松平宗秀松平新小牧の佐田明、安倍正嗣の死去から稲垣茂綱の就任まで、長井直清が代行、大田助次の死去から土屋正直の就任まで、自社奉行の水野忠春が兼任。高木正嗣内藤信弘安倍信盛板倉、重の別田え森松平則地頭山正明内藤正勝松平女性。 内藤正とも水野忠敬松平かつもつ戸田忠し、夕長井直明星名忠し樹山口校長上村、久しやささかい中国遠藤種賞、井上忠し国長井直春安倍晋通る堀忠式、稲垣貞秋大久保則り米倉義和本田、忠しとなり、星名忠しますます、本田忠しとなり。稲垣志月な星名小帝石川総長、 渡辺義綱、e、安倍信行星名正し安倍信とも渡辺元綱上村松里も与熱、西洋には香るし、森川敏方与熱正隆戸田中元庭市栄江安倍、新城、稲垣正しけ星名正しい松平直明本,本城道省山口広市いたす堺、正し遠藤種と、堺ただます与熱聖板沼井村京極高富稲垣大聖、 ありがとうございます。